番組はライジングレディースゴルフスタジオの提供でお送りします。番組 MC の播戸竜二です。よろしくお願いします。 LPGA 女子プロゴルファーたちによる真剣勝負のダブルスマッチを行います。舞台はここザ・サイプレスゴルフクラブからお届けします。うん、これもいい。はい、うまっ。ナイス、ナイス。いけ、いけ。ああ、いいか。ナイスです。ありがとうございます。ナイス。ですか。6番ホールも引き分けということで、4、5、6が引き分けということで、ゴルフサドンデスです。さあ、初めてのゴルフサドンデスですからね。今日初めてのゴルフサドンデス。転がしていく。ダーン、止まれ。ごめん、大丈夫です。マジごめん、大丈夫です。力入ったわ、マジ。うまい、うまいんじゃない、うん、これ、うん、これ点数入った、うん、これ点数入った、うん、うわ、ナイスナイス。これはうまい。もう私安心して打てる。頑張った。うまいうまい、今のは。ちょっと高い。ああ、やっぱり行くんか。受けてないからね、うん。もうちょっと手前やった。58ですか？ん？58。はい、でもちょっと打っちゃった。キャリーが安心して打てましたね。まあまあ、ありがとうございます。まあまあ、めっちゃ嬉しいです。回んな。確かに。これはすごい勝負です。なんか一緒に見えた。これはすごい勝負ですよ。譲ってるの。これやられたんじゃん。すごい勝負です。あすかちゃんや。え、本当に？うわ、これは石川プロの方が。もう20センチちょっとぐらい。ありがとう。これ石川プロのニアピンということで、ゴルフサドンデスの結果、4、5、6ホールは石川、すごい、いやチームの勝利です。泣くわ、ありがとう。いや、私もありがとう、マジで。
7番は172ヤードのパー3。右手前のバンカーは深く、立てていきたいところ。グリーンは左手前から右奥に速くなっています。起き上がらない。地面してもいい。うわあ、なんでこんな起き上がっちゃうかな。ごめん、アスカちゃん。行ってそう？行ってる。お塩さんはでもいいか、行きましょう。6ですよね。私でも6でなんか一緒って普通に距離1等と思う、うん、いや距離はあんだけペラって言ってるから言ってますね、うん、あんだけペラって言うで、なんか褒めてんのかけなされてから違うな。冷静に判断。褒められてないよね、ぜひね。ペラって言われてますね。仲間ですから。ナイス、うん、ナイスショー、うん、5飛んで、おー、ナイスショー、うまっ。あの人たち怖くないんかな。確かに結構きそうやないね。大きいクラブで打っていいですか。頑張れ、うんうん、いい感じ、いい感じ。いやちょっとハーフトップ、うん、オッケーオッケーオッケー、いってる、ナイス、転がってる。あ、降りていった。うん、ラッキー、ナイス。ちょっと当たり薄いからスピンにかかるな。何番っすか。6です。6か、危な風。ちょっと噛んだかな。OK。ゴー。OK。OK OK。はい。何番ですか。意外ところがあった。6番。6。やっぱみんな6なんやな。あ、やっぱ上げてるの。6。22ヤード22。でもあるし、おう、うまい、うまい、ほんまにうまい。全部呼ぶやん。もう OK ですよ。ナイスパーです。ナイスです。マジアプローチうまいんですよ。上手やね。ほんまにうまいんですよ、ほんまに。あ、全然大丈夫ですよ。あ、大丈夫です。ナイスです、うん、ナイス、ほんまにうまいです。
あ、弱いか。伸びろ。いけ。いけ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 。あ、やっぱ切れへんか。惜しい。オッケー、ナイスナイス。ありがとうございます。ナイス。オッケーパ。ありがとうございます。オッケー。オッケー。したいな。ナイスです。ありがとうございます。どんぐらいやろ。地味に切れます？そうやね。最後はやっぱちょっと左落ちるのかな。なんかさっきしてた。いいよ。さあ切れた。おお、切れた言うてあれ？切ったと思ったと思った。ああ。周りもうちょい切れるかなと思った。いや、ナイスでも、うん。もういらないですね。あ、オッケーです。なんか、なんかカップ周りあんまり切れんって今言ってた、うん、サイヤノさんが。やっぱスラッシュそうになってきたね。ここはしますね、感じ。よして。佐藤先生一番下手。お、よいよいよ。おー、強いな。もうど真ん中行かんと入らなかった。ということで7番ホールは引き分け。8番ホールに行きます。惜しかったね。バーディーパットあったのにね。8番は359ヤードのパー4。左サイドの林に入れるとトラブルに。また右側に池があるため飛ばしすぎにも注意。方向性に加え飛距離のコントロールが必要なホールです。音すごいし、ボール高い。球高いよね。ナイスです。ありがとうございます。そんな、すごいですね。ありがとうございます。飛んでるんじゃない？めっちゃ飛んでる。本当にボボな風乗りましたね。ナイスです。あ、ね、ですね。最短行ったね。おー、抜けた抜けた。ナイスです。高さあるから声はないから。ありがとうございます。ありがとうございます。カリンちゃんめっちゃ飛ぶやん。めっちゃ飛ぶようになりました。飛距離は聞かないでくださいとか。そうですね。なんかもうちらなんか虫けらやな。虫けら、なんか何言ってもそういう悪い方に行きますよ、ね、ネガティバーやから。ナイスショー。 OK、 ありがとうございます。みんなすごいわ。ネガティバー初めて聞きました。ポジティバーになるわ、ごめんね。ポジティバーになりましょう。いいね。行ってきます。
アリバイなどちょっとやわー、心臓強いな、みんな。いやだってこれだけみんな見守られてさ、カメラ回ってさ。そうですね、私大体多分一緒ぐらいですよ、もう感じ的に。あんな林ばっかり入って、アプローチ、あのアプローチ、一緒にやらせてもらいたい。あ、ネガティブ出た、ごめん、ネガティブ出たんです。ネガティブ、ポジティブ、ネガティブ、ポジティブになる、ポジティブになる、ごめんごめん。どこ行ったかな。おっと、結構みんな飛んでそうね。みんなカレーちゃんめっちゃいいとこ行ったんですか。コロコロ転がってるから。ちょっと待って、行けるとこ行ってないですね。待って、あれさ、カレンちゃんじゃない。ちょっと待ってください、私全員行け。全員行け。あ、もう一個ラフにあった。やった。ちょっと待って。私や。待って。結構飛びすぎて、この池があるなんてわからなかったな。やばいやばい。みんなある？ちょっと。結構飛んでる。私はえぐ。それでしょ。これは。これがスタちゃんや。で、カリンさんが前。これえぐいやん。違う。あ、これうちや。あれ？あるある。うわ。危ない。危ない。なんか限定品につけた。限定品。飛んでんねんな。なんで別でこんなことしてるんですか、私に。アイアンの時にしてください。めちゃめちゃフォロやったね。全然シャレじゃないねんけど。ですね、めっちゃフォローやと思う、うん、そりゃしょうがない。まあいい、履いてないからいい。ここまで来んのか、ね。うん、なんかみんなナイスショットだから満腹じゃん。間違えない、みんな完璧とか言ってみんな完璧やったら緊張しちゃう。スライス、これどっちについた方がいいんですか。右の方、うん、だから右からが上りってことじゃないですか。右についた方がいいってこと、うん。もうそれ聞いてないとさ、さっきみたいなさ、パー5みたいなことになるからさ、ねえね、わ、右行っちゃった。うわ最悪。うわ最悪。ああ。ほんまに乗せられへん。大丈夫。ほんまに乗せられへん。ラフなんでね。1かな、モデルか。1からね、16。16。右から6ね。はい。で、目も手前から順目。よく入った。うん。ちょっと左向きすぎですかこれ。いや左は向いた方がいいな。なんか気持ち悪すぎて左向きました。これ多分3度に何歩飛ぶ？でも70までなんですよ。70まで？でも3度かな。本当ですか？これ多分フォロー結構きついから、うまくいっても多分50にやってあれやねんか。3度パンと上げて回んと。本当。うん、抜けるって。抜けるって感じすんねん。そんな抜ける感じはせえへんから。本当ですか？うん。サンドめっちゃ下手なんですよ。ダウンダウン。ナイス。ナイス。うん、いいところ行った。58で、やっぱでもラフかな。ちょっと飛びましたね。見せ場があんまりないから、こういうとこ。いやいや、もう、いっぱいあります。さっきも入れかけてたじゃないですか。いやー、いいっす、この距離はあったんです。